はいえー、今日8月21日で、えー、と今週末土曜日8月24日に藤井風さんのライブがあります2425日 2days 横浜アリーナありますでなんかこの藤井風さんのライブに関して、あのー、ちょっと、あのー、ネガティブな意見をいろいろ言ってる人が出てきてるそうです、えー、2日前の、ね、スマートフラッシュ の記事に出てるんですけど「えー、運営に不信感しかない藤風ライブ無料中継も発表が遅すぎるもやもや抱える現地組続出」というようなあの記事が出てますうんまあ,あの何かっていうと要はそのまあもうすごい藤風さんは大人気なのでチケットなかなか取れないですとでその中で ようやくあのファンクラブなり、まあ、あとはまあその地道にあの応募してチケットをゲットした人がその自分は、ね、特別な思いができるっていうふうに思っていたのにそれがなんか生配信をされるというふうな発表が結構もう直近この1週間ぐらいで出てきてなんで、えー、とそれに行けない人は喜んでるんですけれども、えー、と行ける人は逆になんか えね、チケットは1万円以上交通費や宿泊費等の遠征代も含めると現地への行くファンたちは決して安くない金額を負担していることになりますとそういう人たちから不満が出てるっていう、あのー、記事が出ておりますで私はそのなんか不満を出,てる出してるサイドというか出してるサイドではないんですけど、まあ、この 私も実はあのチケット当選をしてますあのこれもう単なるラッキーなんですけど一応私はデビュー前から藤井風さんの YouTube 見ててで前回のあのラブオールサーボールっていうえっとツアーラブオールアリーナツアーかっていうツアーにも参加させていただいてまあこんなあのグッズを買ってきたりとかっていうようなこともしている。 ですけれどもじゃあそのなんかあの文句言ってる人たち再度側の陣営にいる私としてはあの全くそんなことを思わないいや全くゼロではない気持ちはわかるっていう感じなんですけれどもうーんでもなんかよくよく考えてほしいんですけどあのライブですよっていう。 ライブってもうあのライブ配信とライブ会場ではやっぱりまた別のものじゃないですか本当にあの音の響きも直接聞こえるし肉眼で見れるしねもちろん言うてもモニター越しとかにもなったりするんですけどモニター越しとかだったらでもその遠くにそのリアルな藤井風さんが見えるっていうような状況っていうのはなんかやはり特別で ね、昨今のライブパフォーマンスってなんか音源はカラオケ的に流して本人が、あのー、出てきて踊り狂ってるだけみたいなライブとかも結構実はあったりしてなんか要はその場に、あのー、いるその人がいるその場を共有するっていうこと自体がもう価値であってなんかこんなにあの文句を言ったりする、あのー、立場ではないというか。 生配信で見てる人たちに比べ物にならないくらいの体験をしますでもしこれがねライブ配信がアーカイブされるんだったらもう一回楽しめるしっていうようなところでまあ、いいことづくめなのでこんなにね嘆く必要ないのにっていう風なところなんですよね。 いやしかもそのさっき言った、えー、とその現場で、えー、と見れること自体がいろんなアーティストに対して喜びなんだっていう話があるんですけどもうあの藤井風さんなんですよね会場でもう、あのー、曲を流しながらピアノを弾きながら深呼吸してっつってなんかいいものだけ吸って悪いものだけ吐いてとかってやるんですよ。 なんかもうそれを藤井風さんとやし一緒にやってる時点でもう超デトックスというか本当になんかもうあの自分の中の悪いものが浄化されるような気持ちになるというかなんか普通のアーティストでさえもねあの同じ場に入れると嬉しいのにまして藤井風さんなんてもう彼のその人間性の高潔さであったりか可愛らしいキャラクターであったりまあ圧倒的音楽の才能っていうのを。 まあ、あの目の当たりにして音の響きを体で感じれるだけでもう超超超ラッキーそして交通費がチケット代がとかってわ分かります安くないお金で沖縄から来ます北海道から来ますって言ったらそれはね大変僕もこの間フジロック行ってたんで交通費がとかなんかもう、あのー、宿泊費がとかそういう話にありますけどでもそのために一生懸命働いてるんですよね。 そのために一生懸命お金を貯めて一生懸命働いてこの日のためにそれを使ってで使って後悔ない使い方なんてなかなかないじゃないですか。で使ってで帰ってきたら思い出が残ってでライブ配信なり DVD とか見るたびにあの時あこのら辺にここにいたんだよなあこの時こんなカットだったんだよなでカメラズームするとこんなふうに見えるんだっていう楽しみがまたできるだけでよかろう。 よかろうっていう話ですよ。で、なんかこうやって、あの、いい子ちゃんサイドに、あのー、ステイし続けるつもりはなくて、あのー、文句を言われるような理由もちょっとわかる部分があって、まず一つは、なんか発表がちょっと確かに遅すぎたから心の準備が、みたいなところはあるかもしれないですね。なんか、うん、急遽の決定なんでしょうね。なんか、直、 本当にあのこの1週間前とかのタイミングでこういう決定が下るっていうのはとかね、もしかしたら本当にじゃあ,あのお金はそんなに払いたくないみたいな人だったら配信あるんだったらそれでよかったじゃんとかっていう人もいるしね最近は配信でさえも、ね、3000 4000円払ってみるものとかも多いからただだったら家でもよかったかもしんない熱中症の心配もあるしねみたいなあの体 に何かねあの問題があって動けないから家の方がまだ良かったかもしれないとかあるかもしれないですけどなんで発表はもう少しあの心の準備というかあのチケットを応募するか否かの選択とかできるようにできたらよかったなより良かったなっていうところはまあ分かりますはいあとは同時配信っていうのは確かにあのおなんで同時配信なんだろうっていうところを思うところはあります 理由はやっぱりまあせっかく当たったしこの幸運を特別だと思いたいからっていう気持ちはすごく分かるし僕もそこはあの思うしなんでちょっと1週間ずらしとか2週間ずらしとかにしてくれたらねよかったんじゃないかな確かに同時だとチケット当たった人のプレミア性が少しだけ薄れる感じはまあね気持ちは分かりますっていうところではい。 なので、ね動画配信っていうのはなんかまた、運営がも大変なはずなんですよね。あのー、録画とかだったら後でね、編集とかもできると思うんですけど、うん、まあ編集はしなくていいっていう良さはあるかもしれないですけど、でもちゃんと流れてるかとか、機材トラブルとか大丈夫かとかっていうのは、本当に現場のね、チームとかも冷え冷え、冷や冷やもんだと思うので、というところはあるんですが、 まあでもそれも後に、えー、とどういう思いで実はこうやってたんだとかこんな理由があったんだっていうことは出てくるかもしれないです。あのー、藤井風さんの、ね、チームはあのー、マネージャーさんのズッツさんも含めて、あのー、世界に藤井風さんを打ち出していくにあたって、まあ、必要のないところには出ずに必要なところには出てってここぞというところに出るっていうような、ね、やり方。例えば 日本の番組とか出たりしないじゃないですか。ね。そういう過度な露出を避けるとかっていうことによって、まあ、彼の存在感とかを高めていくっていうところはあったりとかするし。なので、まあ、彼らがやることに、まあ、そんな大きな間違いないんじゃないかっていうふうに私は信じているので後々きっと理由がわかるかもしれないのでまあ今はね。当選組は もうとりあえず楽しくあのその場を迎えようというところで,で当然しなかった人はあの生配信見れてラッキーだよねっていうところでまあそれぞれが楽しめればいいなと思いますそんなことで起こったりするのは藤井風さんのね、あのーまあ、スタイルであったりだとか歌に合わないですよねもう全部与えてもう元の場所に戻ってこうっていうようなね 考え方をしてる人もう人からもらうよりも与えていこうっていうの考え方をしてる人のライブに僕らは行くわけなのでそういう高潔なというか清い精神のにはなかなかなれないし <laughs> 藤風さんだってねなんかあの誹謗中傷とかに行ったりする時もあったりしてなんかアイデア言うとかねやってみろよとかっていうようなことをやってみろはちょっと言い過ぎだな。なんか とかってていうしますよねなんかこんなニャー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 言う人に対して髪の色とかがどうかとかなんかそれに対しては僕は自分のことはやらないに一生懸命で手いっぱいだしあなたもきっとビジネスがねあのやることがたくさんあると思うのでビジネスって仕事じゃなくてやることとかって意味なんですけどだからそれぞれの場所でそれぞれ精一杯ベストを尽くして 行きましょうっていう話をね2年前ぐらいにあの年末がにしたりはしてるので時々怒ったりとかなんかちょっと悪い心になったりとか揺れ動きながらも、まあ、藤井風さんの曲を聴きながらそれをねちょっとまっとうな道に修正しながら生きていくのがんかね気持ちいいわけなんでなんかそういう心持ちでライブにみんなで行けたらなっていうふうに 一番としては思いますはいまあ、あんまり人から悪く言われるようなアーティストじゃないので、まあこのね習慣的なところだと思うので、まあかました部分はあると思いますし、ネットの Twitter の X の悪口2、3拾っただけで膨らますことなんていくらでもできるわけですからね。はい。じゃあライブ楽しみましょう。それでは。